あ、お待ちしていました。え、いえ、遅れてませんよ。私が約束より早く来ただけですから。ところで今日はどのようなご用でしょうか。え、プレゼント？あ、そういえば今日は私の誕生日。覚えていてくれたんですね。すごく嬉しいです。私がよく楽譜を書いてるのを見て選んでくれたんですね。なんだかすごくいい曲が書けそうです。完成したらぜひ聴いてくださいね。どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。お、これってひょっとして誕生日プレゼントですか？ありがとうございます。あら、これはライブのチケットですね。いえ、以前から興味のあるジャンルなんですけど、なかなかきっかけがなくて聞けてなかったんですよ。あなたと一緒なら一層楽しめそうです。どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。驚きました。こんな形でお祝いしていただけるなんて嬉しいです。あの、よければ私も一緒に歌っていいですか？あなたと一緒に誕生日を祝いたいです。どんな形でもあなたがお祝いしてくれたという事実が私にとって何よりのプレゼントです。本当にありがとうございます。